えーとですね。今回のゲストはですね、うんえー、香港人のダニーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ですね、いろんな人にあの一オシの何何っていうのを聞いてるんですが、うん、はい。じゃあダニーさんにはですね、あのダニーさんがいつもテーマにしている一オシの未来についてですね、はい、ちょっと教えてもらえますか。あー、はい。じゃあ一オシだとやっぱり世界平和は一オシ。はい じゃないですか世界平和大きいですね<あ>はいそうですさ、はい、あそれは日中平和でもそれを考えてみますよ、はい、あのー、まあちっちゃなその部分での平和じゃなくて、はい、例えば国とか世界とかのまあ大きい平和ってことですねはいこれとれさんはいつもそういったことを考えてるって言うことですか、うん、はい、えー、それは人間と人間はやはり ハートとハートでしょうね。ハートツハート。そうですね。はい。あのそれ愛ということです。愛ということね。愛はあれば怖くないと思いますよ。例えばライオンの前にが幽霊の前にも愛を持っている人は全然安心してる。どういうことでしょう。愛愛があるとライオンと一緒にいても幽霊と一緒にいても怖くない。怖くない。どどういうことでしょう。 それは自分のパワーがあるでしょう。はい、愛があるから、あるから。あ、自分のパワーがあるから、その幽霊と言ってもライオンと言っても怖くない。そうです。はい、もう安心していることです。はい。はい、はいそ。そうすると、そのまあダニーさんにとっては、愛、愛、こう人を愛する、まあ人に限らず、もうすべて周りのものを愛すると、はい、いうことがもうとても大事だと、ういうことですか。そうです。 あ、じゃあもダニーさんはもう愛っていうことを一番中心において生きてる生活していると。はいはい。じゃあ,あのダニーさんの一押しのですね、あのダニーさんが考える、はい、その素晴らしい未来とはどんな感じでしょうか。まあそれは健康のことは人間大事ですもね。はい。もちろんそうですね。それと、はい、もちろんあの自分の家庭、はい。自分の体、はい。また とに、はい、あのみんな優しくて、はい、世界環境を。はい。航行しなければならないです。はい、あ、そうすると、例えば、もう自分の、この、まず自分から始まって、ファミリーから始まって。それ、それがだんだん広がって、はい、まあ、世界中が、その、愛で。はい。っていうことなんですね。はい。まあ、それが、まあ、谷さんが一番こう、求めるものだそうですと。いうことですね。はい。そうです。わ、それは、なんか、素晴らしい話ですね。<laughs> <laughs> わはい、はい、じゃあ今日はすみませんどうもありがとうございました。はいはい